今回はですね、私が以前受けたあの施術があったんですけども、その施術をしているところからね、ちょっとこう、まあ、謝罪文というのがありまして、というのがまあちょっとね、私には不愉快なあの対応をいただきましたんで、まあそれはないんじゃないのということで一言ね申し添えたまま施術を途中でお断りしてですね、それ以来、まあさようならみたいな関係になってたわけなんですよね。まああれがね、昨年の夏のことだったと思います。でその後ずっと何の連絡もなかったんで、私も忘れていたんですけども、まあもうすぐ春になろうかなというこの時期にですね、まあ、封書で施術の代金をお返ししたいのでということで丁寧にね、封書が来ましたけども、いや私も随分ね時間が経っていますしね、随分のんびりした返しだなと思いまして、まあお金のことをね、まあね、お支払いしたお金ですからね、私もいらないよってことで特に受け取る必要がないんで、そのまんまこちらの封書をお返ししようと思っております。まあそれでね、やっぱりね、こういうふうなね、お客様からクレームがあったのに、その数週間じゃないですよ、数ヶ月とか半年とか1年という単位で対応ができない会社ってのは何なのかなと思っちゃいますよね。まあ相当お忙しいのか、それとものんびりされてるんでしょうね。確か今回のトラブルも対応がすごく遅かったんで、で全然要点を得なかったんでね、私もちょっと機嫌を壊したところがあったんですけども、でそれと重なるなと思ってるんですよ。今回もせっかくクレームを入れてね、クレームを入れたって、クレームってのは要求のことですからね、こんな扱いを受けたんですけども、こういう風にしてもらえませんかって、これ要求のことをクレームって言いますからね、ケチをつけてるわけじゃないんですよ。だから施術には全く問題がなかったわけですから、施術がせっかく一流だったのに、その他のことで随分期待値が高かったもんですから、どうしちゃったのかなってことだったんですよね。まあ、それでお詫びもせっかくいただいたのに、こんなに時間がかかるようだったらね、もうとてもちょっとお付き合いできないなと私は思いましてね。そんな難しいことじゃないんでね、特に私別にお金を返せってるわけじゃないんですよ。ただもう残りの施術はいいですから、ここで終わりにしましょうと言って帰ってきただけなんで、一回お支払いしてね、こういうのって別に返金不要じゃないですか。途中で施術に通わなくなったのは私の方なんで、特にね、会社とかお店に瑕疵があった、瑕疵はあったかもしれませんけども、施術に瑕疵があったわけじゃないんでね。まあ、ぐだぐだと言いますけども、まあ、返金不要ですんで、飲みにでも行ってくださいということで、ちょっと当てつけがましくなっちゃったんですけどね。まあ、ちょっと私としては、返金する気持ちはありませんので、そういうことではなくって、ちょっと寂しい思いしちゃったよって思うことをね、お分かりいただければもう十分ですからね。まあ私なんかが分かったところでね、特に体質が変わると思いませんけども、まあこの手紙を入れて、投函しようかと思います。まあ私思うんですけども、今回はね、顧客の立場だったんですが、こういう風になっちゃいけないなとやっぱ思いましたね。ですから、いただいたメッセージや、お問い合わせはもう即返信、業界一の速さで誰よりも早く、そういうふうに心がけていこうと思います。どんなに待たせても24時間以内ね、これを私はモットーとしてこれからもやっていこうと思いますね。はい、じゃあ失礼します。